色のついた面を内側にして、折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角を中心に向けて折ります。 裏返して、反対側も同じように折ります。これを上から開いて、このように正方形に折り替えます。この部分を縦の筋に合わせて折ります。 反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます裏返して 反対側も同じように折ります。 こうししして折っったひひ形を上下ひっくり返しますそして下の先っぽ1枚をこの横線よりも1センチぐらい上の位置に折りますこれを一度下ろしてハサミで今ついた折り筋まで切り込みを入れますそして それをだいたい1センチぐらい上のところで下に折り返します。これを上に閉じます。そして奥側のこの右側の先っぽを真ん中から斜めにだいたい合わせてみてこのように折ります。左側の先っぽは ひし形の角の端から斜めにこのように折ります。これも閉じて合わせてみて、次にこの切った先っぽを手前に右斜めに折ります。左側の先っぽも手前側に右斜めに こんな感じに折ります次にこの小さな角を裏側に左側の角も裏側に折りますそして口の下のこの角の部分を小さく斜めに折って右側も小さく折ります 次に、ひし形の左側、この角を、だいたい縦にまっすぐの位置で折ります。最後に下の角を裏返して、だいたいこの中心から2センチぐらいの位置で折ります。これで折り紙の部分は完成です。 これに顔を描いていてきます。ひし形の横線の上に楕円形の目を描きます。両側の位置はいびつで構いません。まつ毛を2本。顔の横に丸いまだら模様を。 描きますその下にも一つ丸を描きますくちばしの下に口を左右非対称こんな感じに描きますこれに色を塗っていきます顔全体を薄い紫で塗りつぶします 緑で目の中と頬のまだら模様を塗りつぶします。口の中は赤く塗って、まつげを縁取りします。そしてもう一度薄い紫で顔全体を塗りつぶします。これでヌメイルの完成です。